はい、みなさんこんにちは、アメジンです。この動画は好き、好む、好みについての動画です。今日その文法構造の使い方、英語で日本語で説明します。この動画は全部日本語でします。最初はね、好き、好き、好きはな形容詞で、使い方はこう、猫が好きです、猫が好きです、何々が好きです、または何々が好きだ、または何々好き、あ、これ好き、あれめっちゃ好きなど、この構造は日本語ではよく使われています。次は好む、好む、好むは動詞、動詞、他動詞、例えばマンゴーを好む、マンゴーを好む、犬を好む、犬を好む、まあ他動詞ですから O が必要、何々を好む、何々を好みます。でも気をつけてね、注意してください。好むは好き、これが好きという文法構造ほどあまり使われていない。違いはちょっと曖昧ですから詳しく説明できません。次は好み、好み、好みは好むの名詞形、弟と私の好みは一緒です、弟と私の好みは一緒です。英語だと好みは preference, a liking, 私の好み、 my preference, 何々の方がと何々よりはよく使われています。この好き、好む、好みの文法構造と、例えば猫より犬の方が好きです、犬より猫を好む。でも日本語では好きの意味は、まあ他の意味もありますよね。あなたのことが好きですとか、この意味は英語だと love になります。あなたのことが好きです、 I love you、 強い。時々外国人はI love you という表現を日本語に翻訳してみると、だいたい愛してる発見する。愛してると I love you はまあ一緒ですけど、日本ではその愛してるという表現があんまりそんなに使われていない。その代わりにあなたのことが好きです、または好きですの方が普通です。はい、以上です。皆さんどう思いますか、このレッスン、日本語英語のレッスン、便利ですか、あまり便利じゃないですか、もっと見たいですか、どうぞコメントしてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。Hey, bye bye. Peace, guys.